名古屋臨海高速鉄道線系電車は名古屋臨海高速鉄道に在籍する直流通勤系電車である2004年の西名古屋高線開業に伴い投入された2004年10月の動線開業前に4両編成8本が日本車両製造で申請された片側3扉の日車式ブロック後方のステンレス製軽量車体で 全般に製造コストの削減を徹底しており、本形式と製造メーカーは異なるが、東日本旅客鉄道の209系などのように、室内化粧板はライトグレーの FRP 成型品を用い、客用扉内側はステンレス無塗装仕上げである。座席は一人あたり 460mm で区切ったロングシートとなっている。側窓は、 固定式で紫外線をカットするため黒みがかっており、カーテンは省略された。飛ぶ黒窓はないが、窓配置と扉の位置は313系に順じている。床面高さは 1120mm。車椅子スペースは両先頭車の座席の一部を減らして設置されており、一編成あたり2台分を備える。車体のカラーは窓の部分のみのおたん違う青二色の帯をステッカーで巻く。 東火類は、前面の窓状、行き先表示器左右に、HID 全消灯と LED 式後部標識灯を装備する。連結器は、密着自動連結器を用いている。前面は、非貫通構造で、路線は、高架線主体の上踏切はなく、各駅には、ホームドアも設置されていることから廃焼機は小型である。また、定位置停止装置を搭載する。 ワンマン運転仕様であり、運転台にホーム監視用モニターを備える。将来の旅客需要増加を考慮して、中間車2両を増結し6両編成にできるよう、設計されている。運転席と客室間の仕切り部分は、大阪市港、新20系と共通である。車体や内装、空調など、接客設備は全く異なるものの、台車、主制御機、主電動機など、 走行装置に関しては、東海旅客鉄道の313系とほぼ同一のものが用いられている。これは、同社が名古屋臨海高速鉄道に出資していること、主要検査を同社に委託していることなどから、技術協力が行われ、共通の仕様となっている。そのため、マスコンハンドルには、そもそも即の地が備えられている。ただし、いくつかの相違があり、全く同一ではない。 線形運転台あたり線では、タスックを使用しており、ノッチオフの後は停車するまで、マスコンハンドル操作がないため、JR 各社の車両に搭載されている EB 装置の警報明動までの時間が60秒で、あるのに対して、当車両は30秒に設定されている。2017年には、レゴランドジャパンが、近所不当にできたことを記念して、第8編成が、レゴランドラッピング車になった。 2020年1月より、エヴァンゲリオン中京圏プロジェクトの一環として、第5編成が、綾波レイをモチーフにした、ラッピング車両として運行している。なお、2020年4月からは、同プロジェクトが終了した後も、綾波レイのラッピング車両が引き続き運行されるも、2021年3月13日からは、中間車2両が装飾され、新、綾波線として運行している。 当初は5月31日までの予定だったが8月31日まで運行が延長された診療車両区に向かうため、名古屋駅12番線停車中のレック編成や、おなみ線の潮な車庫では簡単な点検が行われるのみで、大規模な検査等は JR 東海に委託されている。車輪作成が診療車両区で重要部検査、全般検査は名古屋工場で実施される。 そのため、中央再線を改装で走行することがある。ATSPT の車上装置の取り付けは2012年までに完了している。改装の時は、名古屋駅でスイッチバックして改装して、JR 東海名古屋工場の近くに停車する。ありがとうございます。